皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は、やり直し算数小学校6年分数の掛け算第1回目です。このやり直し算数というのは、今までに学習した内容について大切な部分に焦点を置いて確認するものです。今日は小学校6年生で学習した分数同士の掛け算について復習してみたいと思います。分数同士の掛け算では、分母は分母同士、分子は分子同士で掛け算をして計算しました。また約分であるものは計算の途中で約分しましたね。では確認してみましょう。まず例の1、5分の4かける3分の2です。これはこんなふうに計算しましたね。分母は5かける3と、分子は4かける2と、ですから補算15分の42が8と、こんなふうになりました。いいでしょうか。さあこちら2番は、約分がある場合です。ここでは 2×9 と、分子は 3×8 ですが、2と8を2で約分して4、3と9を3で約分して1と3、分母は 1×3 なので3、分子は 1×4 で4、答えは3分の4というようになりました。それでは、実際にもう少し練習問題をやって、確認を深めたいと思います。はい、5分の2かける7分の3、分母は5かける7、分子は2かける3ですね。ここでは約分できるものはないので、そのまま計算して5735分の23が6と、答えは35分の6となります。はい、丸2です。8分の5かける3分の4、8かける3、分子は5かける4ですね。さあ約分ができるかどうかを確かめてみると、8と4、この部分が約分できますね。ですから8を4で割って2、4を4で割って1と、こういうふうになって、分母は2、3が6、分子は5、1が5と、答えは6分の5、こんなふうに出てきます。さあ3番ですね。これも分母は分母同士、分子は分子同士で計算します。 6×20、5×9、こんなふうになりますね。はい、約分できるものを探すと、6と9、5と20が約分できます。これは6と9は3で約分できるので、3で約分して6は2になって、9は3になります。はい、5と25で約分できて1、こっちは5し20なので4というふうになりますね。そうすると分母は2しが8、分母は陰3が、あ、間違えました、分母は2しが8、分子が陰3が3、8分の3が答えになります。よろしいでしょうか。では下の段行ってみましょう。はい、7分の3かける15分の14です。7かける15、3かける14、7と14、3と15、この組み合わせで約分できますね。7で割って14は2、こちらは3で割って1と5、そうすると答えは、分母が陰5が5、分子は陰2が2、ね、5分の2、これが、答えになります。はい、丸5行ってみましょう。分母は 9×4、 分子は 2×3 ですね。はい、これも斜め同士が約分できます。9と3は3で約分して3と1、2と4は2で約分して1と2と、そうすると分母は3が6、分子は陰1が1、6分の1が答
になります。はい、最後の問題です。15分の 8×12 分の5という問題ですね。これも同じように考えます。15×12、 8×5 ですね。これも約分できるところを探すと、15と5、8と12が約分できます。15と5は5で約分して、こちらが3、こちらが8です。8と12は4で約分できますね。4で約分します。8が2になって、12が3になります。そうすると答えは、分母がサザンが9、分子は2、1が2と、答えは9分の2というふうに出てきました。分数同士の掛け算ね、分母は分母、分子は分子で掛け算して、このように約分できるものは式の途中で約分していきます。よろしいでしょうか。皆さん、思い出しましたか。ではまたお会いしましょう。今日も見ていただいてありがとうございました。さよなら。